海蔵です。パワーポイント講座、画像を好きな形に切り抜く。パワーポイントは決まった形に画像を切り抜くのはとっても簡単です。この猫の画像を切り抜いてみたいと思います。猫の画像を選択してダブルクリックします。すると、トリミングというアイコンが出てきますので、図形に合わせてトリミングを選択して、この中から切り抜きたい形を選びます。例えばこの矢印選択すると、このように矢印でトリミングされました。今回は決まった形ではなくて、好きな形に切り抜きたいと思います。では、この猫の輪郭を描いていきます。図形からのニョロニョロっとしたフリーハンドを選択して、鉛筆のマークで輪郭を描いていきます。これはマウスは離さないようにして一筆書きで描きます。で、角っこに行ったら反転するので離します。すると好きな形に図形を作ることができました。これは後で調節することもできます。この今作った図形をダブルクリックすると、こういったアイコン左上に出てきます。この図形の編集というアイコンの頂点の編集でポイントが出てきますので、調節したければこれをこう移動したりして調節していくこともできます。この猫の画像と今作った図形を両方選択して、図形の書式設定タブの先ほどの頂点の編集のところの下、丸が重なっているアイコンの三角をクリックして交差を選びます。すると、画像と図形の重なっているところを残してくれるっていうことになって、結果的に、切り抜きができたっていうことになりました。で、次にですね、このいい加減に切り抜いている猫の画像の、ちょっとした見せ方をやっていきたいと思います。こういう感じですね。こういうふうに、紙を切って載せたような処理にしていってみたいと思います。この猫の外側をなぞったような感じで図形を作ります。また図形からフリーハンドを選択して枠をこう作っていきます。そしたらこの、今の図形は白に、塗りつぶしは白、線はなし。そしてこれを整列で背面に送ります。で、この今作った白い図形を選択して、これに影をつけます。影をつけるには選択した状態でコントロールを押して、このウィンドウを開いて図形の書式設定を選択します。すると右にこういったウィンドウが出るので、この真ん中の五角形のマーク、効果というマークを選択すると影が出てきますので、この影で設定します。塗りつぶしは白いと影に見えませんので、グレーを選んで、サイズ、ぼかし、角度、距離、この辺りを透明度、調節していきます。これでいいなと思ったらこれで影はつけました。で、次に、これとこれをグループ化します。このままだと単独でこう移動してしまうので、いっぺんに
移動できるようにグループ化をします。2つとも選択して図の書式設定タブのこの四角と四角が重なったマークが、グループ化のマークなので、これでグループ化を選択するとこれが一つの、オブジェクトとして扱われますので、グループ化をしました。でこれを何かに載せてみます。背景に載せてみます。はい、するとこんな感じで、紙で手で切ってこうペタペタってこう貼ったような、そういった処理になりました。いい加減な切り抜きでもまあ味わいは出るかなと思いまして、こういうのも紹介してみました。はい、以上で、パワーポイント画像を好きな形に切り抜く方法を終わります。チャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。海蔵でした。